今から福岡に行きます。おはようございます。皆さんおはようございます。今回はママも一緒なので、ママがカメラマンをしてくれてます。今どれ撮るかな。ちゃんと秒針進んでる。秒針老眼でさ。わっ、オーケーオーケーオーケー。カレー食ってんじゃないわよ、ゆめた。カレー食べると眠くなるんだよ。いいじゃん。そうなの。可愛くないこのラーメンが。可愛い。いただきます。何この。え、なんでそんな朝から食べれるの、あんたたち。朝お腹すくる。勝ち組と結構距離があるね。ね、勝ち組の距離が結構あって腰に来るよ。飛距離が高い。汁が飛ぶじゃん。ちょっと待ってこれはカエル化現象です。これが噂のカエル化現象。トレンド乗っちゃった。立ち食いってさ、結構カエル化になりそうじゃない、みんな。立ち食いの時点でカエル化じゃない。そうそうそう。近くない。イムちゃんが写真を撮ってほしいってさっきから懇願してる。昨日の夜から懇願してるからね。絶対持った方がいいよ。スタバは？スタバも、まあ、ありなしで。いいんじゃない。あ、でもいいいいいいよ。最近覚えたもんね。画面の中央に顔を持ってくると漏れるという、ね、浅見芽衣さんだ。 TikTok で言ってたとか言って、私は自分の顔を撮る。ほら、さ、スリーショットも撮れるし。福岡着きました。なんかさ、あんま寝れなかった。寝れなかった。ああ、昨日の夜ね。違う違う。え？飛行機ね。飛行機ね。催し物が案内されてます。お疲れ様です。あ、すごい、デパートみたいな。おはようございます。完成しました。落ち込んだ原因を言いますか。セラミックが割れます。40万円の歯のセラミックがコンプ食べてたら割れちゃう。おしゃぶり昆布、おしゃこん。それからもこの終わり様です。2人はちゃんと私のメンタルケアをしないと許さない。免許を要求してきて。ちゃんと私をもう優しく敬って。敬って。蛇にかかってる。俺がなんか免許屋担当らしいね。お願い。トレンチワンピ、リボンブラウス、半袖を合わせました。意外とみんな気づかないよね。みんな 服に夢中で気づいてくれない。誰一人もこっち見てない。やばい、あのさ、辛いさ、おせんべい食べたからさ、お腹がじわじわする。ちょちょしない。イベント始まります。最後の部です。ツインテールにしました。しました。ツインテール、あなたの好み。せーの、パリパリパリな、シルケルとかな、たまらなくちはい、福岡の展示会1日目終わりました。お疲れ様でした。福岡の皆さん、すごいなんかリアクションが良くてね、めっちゃわーって、やっぱり遠いからこそね、感動してくれるっていうのもありますよね。わーって、なんか泣いてくださる方が多いイメージじゃない。うん、確かにね。東京でもいらっしゃるけど、
ってことで明日も頑張りたいと思います。ありがとうございました。ご飯です。今日はもつ鍋を食べてきました。それでミニアル、ゼビービール1本飲むよ。ノンアルコールで巨峰ください。あと瓶ビール1本とグラスを4つ。ラガーデン、あ、頼みたいです。醤油と味噌を。他にも頼みたい。白玄米、白菜キムチ、枝豆を。以上で大丈夫。こちらは三上さんが嫌いな方の角度ですね。右の顔はあまり映されたくないっていう顔でございます。こっちで決め顔をしても決まらない。そんなことないよっていうコメントでは触れ返させてあげて。みんな睡眠時間ほぼゼロ。嘘でしょ。え、あの1時ぐらい寝くれた後から起きてるんです。何してんの。飛行機で寝た。でもね、あんま寝れなかった。え、ママ寝た。え、ほぼ寝てない。なんか、ね、いい感じに眠りついたら人の足の方ガンって上げてきて、自分の方が間違えて。え、嘘、間違えて。うん、ガンってなって、それで僕が食べた。私さ、全然寝らんなくて、ちょっかい出そうと思ったら、うん、見たら、うん、もう両手寝てる。なんでカエちゃんさ、そういう口開いちゃうの。こうやって寝ると下がるから嫌なの、うん、皮膚的にね、うん、シワとか。こうやってやるとだからこうすごい口が開いちゃうの。でも下も向いてる。下も向いた。恥ずかしいから。どうやって。そこだそれ首にシワできちゃう。だからこうしたんだけど、うん、でも上向くと。じゃあその中にさ、なんかさ、ビールとか口の中に入れられてもいい。一回やりたいなって思ってて、私2人も。私もあなただって2人とも4ヶ月しちゃってみる。おらばずいな。私もお鍋のセットのお野菜盛りです。お鍋に盛りです。めっちゃ美味しい。いただきます。じゃあお鍋出来上がってますので、ニラを軽く沈めて召し上がりください。あ、もう食べれるんですか。そうですね。じゃーん、もつ鍋の味噌。こちら醤油です。そしてカヘミ。すぐ食べれて嬉しい。明太子は私の大好き。明太子めっちゃ大きくない？ブリンブリン。もう食べれるわけ、これは。うん、もうニラを沈めて食べてって。えー、美味しそう。もつ鍋久しぶりに食べる。ねえ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいかな。でも意外と一緒に食べる。味噌うまい。うん、味噌うまい。美味しい。ご飯いただいてもいい。もつがさ、いっぱい入ってる。もつ野菜セットも普通に食べれる。同じ。うん。メインマジですよ。はい。はい、かしこまりました。このメンタイプ、えげつない。食べちゃうよね。こんなメンタイプがあったら。うん、うん、うわ、おいしい。明太子が全然違う。新鮮な明太子の味がする。ちょっと聞かせてください。うまっ、うまっ、うまっ、やばい。なんか特殊クリアとかなんでさ、うん、臭くない。うん、ダメだろ。全然違くない。私明太子大好きだからわかる。うん、明太子うまー。この枝豆美味しくない。美味しい。え、東京の安い居酒屋で食べる枝豆と全然違う。美味しいな。全然違うよね。全然違うよね。全然違うよね。
すごい、こんなさ、でかい餅の上とかあるんだけど。いや。東京じゃあれなくない？さっきから新京と比べすぎだけど。しかもさ、うん、全部買ってるってことでしょ。うん、そう。すんごい良かったよ。だって上に、避難所分みたいな雑誌もあって。すごいね。まさか太る？太る。もういいよ。太る？え、餅は太るよね。ホルモンって太るよね。今回ってほんとご飯おいしい、ね、うん、福岡2日目です。目の前に超有名な一層っていうラーメン屋さんがあったんですけど、ずっと行列で行けそうにないっていう話をしてたんだけど、なんと前回福岡来た時行ってたんだよね。そうだよ。全然気づかなくて。でも空港にもいっぱいラーメン屋さんあるみたいなんで、どちらにせよラーメンは食べたいなと思ってるけど、今日のコーデはちょっとフェミニンなガーリーなトップスに、こういう、まあ今あれやね、ボックスプリンツスカート。で、ここね、ちょっとハイウエストのプリントですね。そして、廊下もミストレアスで、ラッパーのバケットした。こんな感じで、今から3分、4分、あと2分残ってます。行きたいと思います。ありがとうございます。福岡の皆さん、本当に感受性をこう豊かに私に伝えてくれてくださって、ストレートな言葉をたくさんかけてくれて、本当に可愛い可愛い乙女たちでした。泣いてくれる率一番だったよ、ね。そうだね。涙を一番見ました。うん、こっちまで泣きそうになっちゃうね。ね、泣いてると。可愛い子ばっかりだった。ね、可愛い子ばっかりだった。もうどこの会場も。ユアーズマジで可愛いって評判。本当にみんなありがとう。ということで今日はもう東京に帰るので急いで撤収ですね。この後はラーメン。どこでラーメン？空港でラーメン。やだ、狙ってんの。一層一層食べたい。一層なのに無理だよ。並んでる。一層食べたい。一層味噌美味しかったね。美味しかった。なんか癖になるうまさだった。空港には美味しいラーメンないあるだろうけど。いや、いいじゃん。味噌がいいの。わがまま言わない。味噌のバーガーしかも朝はなんか、うんみたいな。なんか、ね、私はずっと、え、この行列のラーメン何？食べたいってずっと言ったのに、なんか、うん。なんか何も発せずに。みたいな感じだったのに、え、これうちら行ったことあるとこ一層だよって言ったら、出て無理かね。しかもさっき話したらあれじゃん、並ぶから無理だねみたいな。そう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 、朝は私が行きたいって言ったら、なんか並ぶから無理だよ。美味しいものに楽に美味しいって知った瞬間あの時美味しかったということを思い出して、そう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 、行きたくなっちゃった。そう、北海道でさ、味噌ラーメン食ったじゃん。あ、それは適当な時に。そう。どこで。しかも私はアニサキスを腹に抱えながら。名前言わないですか、アニサキスを腹に抱えながら、あの、ラーメンを入れると、アニサキスがこうやって踊り出して、さらに痛くなるっていうことをやりながら試してたんですよ。私、マジで北海道の間行った時、寿司でアニサキスに当たって。でもさ、マジでさ、痛みに強いよね。なんかあんまり分かんなかった、ね、なんかさ、歩きながら痛いぐらいなのかな。なんか食べ物とか言ってさ、胃薬1回飲んだら1回収まったんだよね。そう、だからイベント中だけは超収まって、イベント終わってまた痛いかもしれないとか言って、でもう東京帰ったらもう寝れないレベルで痛くて、次の日病院行ってもう内視鏡。なんか気持ち悪いな。疲れた。来たよ。疲れ今日踊ってる。昨日覚えてる。目合わせてあげてよ。嬉しい。ね、まあ、なんだよね。忘れないよ。ハッスルしてます。俺もできないの。やって。
違う、逆逆違う、突き出す、迎える、迎えて、こうか、そうそう、できた、違う、逆もう一回、せーのということで、これからラーメンはい、いただきたいと思います。はい、福岡の皆様、本当にありがとうございました。また、今回来ます。登場まであと45分しかないのにラーメンも爆速で食べに来ました。クリア豚骨だからあんまりさっぱり系らしいです。時間ないね。時間ない、10分、10分で食べたい。そう、うん、8分で食べて。いただきます。普通にスープを食べていただけます。うん、ライフが食べやすいし、いいね。おいしい、うん、おいしい、飲み干してください。安心して飲み干してください、うん。ごちそうさまでした。飛行機に乗り込みます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったよね。あれぐらいさ、さっぱりね、よくない？また食べたい。一人大食いファイターがいた。大食いファイター、大食いファイター来た。え、どう？超仲良かった。でも、カレーに 0.3 玉ぐらいあげたよ。え、混んでない？めっちゃ。え、やばい、ね、てかさ、明太子買う時間なかった。わかる。あ、でも中にもワンチャン売ってる？氷も買いたい。中にも売ってるよ。